レディースエンジェントメン、どうも、ドラマスタケです。ぷいということで、今回はですね、まあ明日は祝福を祝う日なんですよ。まあ何がっていうと、明日はうちのアシスタントの BGM 君の誕生日なんです。19だになるんですよ。はい、という形で、まあ明日ね、まあプレゼント渡すんですけども、まあ、プレゼント企画とはまた別として、まあ彼にね、まあプレゼント渡すんですけどもね、プレゼントを渡す、まあそれはこれはこれでまた動画を撮るんですけども、プレゼントを渡す動画、プレゼントを渡す動画でまたね、アップしていくんですけども、まあもうこの年かと、時って早いよね。で普通に渡してもあまり面白くないんで、彼にドッキリしようかなと思います。ということで、まあ、どういうドッキリにするのかっていうと、それは明日の秘密にしたいと思います。はい、それはツイッターとかでね、まあ、発表するんですけども、まあどういうドッキリにしようかなと、まあ、彼来るんですけどね、ここに。はい、普通に YouTube でもね、ここにまあ、配信でこう流しちゃって多分バレると思うんだけど、まあ、ここに彼扉から来るじゃないですか。で私こう編集してるじゃないですか。で僕の今日は私の僕の誕生日だよと教えてくれて、まあ僕はもう知ってるんですけども、そして編集し終わったら、まあね、これ僕からだよというんじゃなくて、それは普通のやり方だから、ちょっとね、あのコンビニってか、ちょっと外行ってくるわみたいな感じで行って、でまあまた出てくるわじゃないですか。でまあ佐々木遅いなとして、後ろから「レディース・エンジェントルメン、どうもハッピーバースデー!」みたいな感じでやっていこうと思います。ということで、明日の動画ぜひ、お楽しみください。明日はね、当日なんで、はい、という感じでやっていきたいと思います。そうだね、ハッピーバースですね。はい、まだハッピーバースデーを歌う知らないんですけども、これ BGM 君、改めてお誕生日おめでとう。まだ早いけど、お誕生日おめでとう。はい、明日ね、プレゼント渡す日なんで、そちらの方も動画ご覧ください。ということで、この配信はこれでおしまいにしたいと思います。明日はね、また別の方のバージョンの、配信なんで、そちらの方は別で見てみていただければなと思います。ということで、以上ドラマスタケでした。